秋の府中から女王への道第72回府中牝馬ステークス、スタートしました。遅れたのは11番のセントカメリア、ルージュリナラジも後方からです。マスクとディーバは5分のスタート。さあ2コーナーに向かって先行争いです。12番のコンクシェルが花に立って1馬身半のリード、13番のモズゴールドバレルは2番手につきました。そして3番のラリエルと続きます。そして8番のコスタボニータです。あとは1馬身半、1番のハーパー、そして9番のフィールシンパシー、7番のフィアスプライドと続きます。それから2馬身14番のライラック、そして青い帽子6番のマスクとディーバ、川田優雅はちょうど中段のインコース、その直後に G1 バッキ戦5番のブレイディベイグルメールです。あとは2番のアスコルティアーモノの追走で、さらには10番のシンティレーション、あとは4番のモリアーナ、15番のルージュリナージュと続いて最後方から11番のセントカメリア、こういった展開です。12番のコンクシェルが隊列を引っ張って3馬身ぐらいのリードを取りました。西日を受けながら 3,4 コーナーの中間、最初の線が58秒6でいきました。やや後続を引き離しての逃げコンクシェル、2番手は13番のモズゴールドバレル、さらにはコスタボニータ、そして6番のマスクとディーバ、その直後に5番のブレイディベーグ並んで中断。さあ外からブレイディベーグルメールがまくり加減で上がってくる。さあ直線コースの攻防です。先頭は12番のコンクシェル、3馬身ぐらいのリード、追ってモズゴールドバレル残り400、さらにはその内から6番のマスクとディーバ、マスクとディーバは内に進路を取った。そして馬場の真ん中からは5番のブレイディベーグも来ている。残り200、一気に5番のブレイディベーグだ、ブレイディベーグだ、内は6番のマスクとディーバ、間は7番フィアスプライド、さらには10番シンティレーション、これぞ G1 馬ブレイディベーグ、復帰戦を見事に白星で飾りました。5番のブレイディベーグです。2着争いは接戦、内は6番マスクとディーバか、1分44秒7、5番のブレイディベーグ勝ちました。以上第72回府中牝馬ステークスでした。